だってゴールベビータッピーするベビータッピーのせいにすな。マジで、うん、頭抱え出したぞ。大地、ちょっとお昼ご飯買ってくるから、はい、待っといてな、はい、うん、パパだけで買ってくるわ、はい、じゃあおとなしくしておいてください。はい、ゴール、うん、お昼ご飯買ってくるわ、うん、なあ、ちょっと待っといてな、家で、はい、ママの言うこと聞くんだよ、はい、じゃあ、さよなら。買ってきたで。今チャイジだけのママでいいやってんじゃん。パパ帰ってきたで。パパ帰ってきたで。お昼ご飯しよう。お昼ご飯だ。ママ。え、なんで？マクドのナゲット好き？うん。ナゲット食べよう今日は。なあ。はい。1キロ。1キロ食べようナゲット。1キロ。皆さんこんにちは、コハダチャンネルの。パパです。ママもいます。はい、ということで今日はマックのチキンナゲット1キロ食べましょう。買ってきたよ。今回その1キロチャレンジするのは小春ちゃんと太一くんのみ。子供2人でやで。見て、うん、おー、どう並べていって。いいよいいよ。小春ちゃんと太一くんのドリンク、ドリンクで、これ調べたところによると、この、何一つで、およそ 100g だから、それを10個で 1kg。はい、並びました。お疲れ、大地。そうそうそう。子供たちだけで 1kg チャレンジですけども、パパたちは無理やと思ってます。こっちは無理やと思って。あ、無理と思ってる？無理と思ってるから、余ったらパパとママが美味しくいただくんですけど、それだけじゃパパとママ満たされないから、激辛バーがあったから、これ一個だけ買ってきた。で、パパとママは小食やから、ナゲットの余りプラス、この激辛バーが一つ分けで、まあ、十分じゃないかなって思ってる。何をしている、何をしている、ベビータッピー、何をしている。だってゴールベビータッピーする。ベビータッピーのせいにすな。謝れベビータッピーに。いえ、いっせーの、ベビータッピーどっちか成功せえ。準備 OK ですか。はい、それではマクドナルドチキンナゲット1キロチャレンジ、よーい、スタート。いただきます。はーい、美味しいですか？まだまだって。まだまだ、そりゃそうや、1個目やもん。どうした、小春ちゃん？お腹いっぱい。嘘だろ？3個でもお腹いっぱいやったら、大地があと47個。いた？いた？オッケー！オッケー！一箱完食。タイチは？うん、お腹いっぱい。タイチもう2つしか食べてないやん。うん、マジで？うん、あ、来た。味変アイテム来た。味変どうぞ。塩コショウ、ケチャップ、マヨネーズ。はい、これ使っていいよ。もうタイチはケチャップとマヨネーズ。あー、それ美味しいと思う。オーロラ。しかし、手は進まず。オーロラバーベキューにしたん？なんて？これいらんかったんじゃ。ママが食べたいって言うから。いや、言ってない。辛いのあるからこれ買っとかな、大人たち足りひんやんって言ってた。ママがどうしても食べたいって言うから。言ってない、ね、言ってない。言ってたよ。まだ家に家やかいっぱいあるよ。言ってたよ。言ってない。クーポンもちょうどあるからって言うてたよ。言ってたよ。ママが言ったと思う人、
はーい。パパが言ったと思う人、はーい。今をカットします。やばい、休日のおっさんみたいになってる。小春がやばい、テレビで野球見ながら寝てもてるおっさんや。まあ、子供なんで、うん、無理しすぎないように。あ、そうそう、うん、ただ頑張れとは言うとこ。お、一箱目完食。大地がもう完全にダウンしてるけど、頭抱え出した。頭抱え出したぞ。ママに協力してもらう。オッケー、じゃあここでママ投入。え、チェック、お会計。守り。それではコラさんの結果発表。お、かじってるのね。ってことは、プラス4。コラちゃんの結果は 9.5 個、 190g ぐらい。大地はどうですか。え、まだまだこんなもんじゃないよって。あ、そうなん。なんて小2には負けたくない、うん、年長が、うん、今何個食べたの。まだまだや。小春ちゃんがトイレから帰ってきません。生きてるのでしょうか。小春大丈夫。はーい、お、二つ目、はい、完食。なんて、ごちそうさま。いえ、まだ顔が余裕やん。もうお腹苦しいね。そつけや。苦しい人そんな明るくごちそうさまって言わへんから。いただきます。ガツかパンパンに勝たないと思うよね、皆さん。何言うてんねん。でも太一くん着実に食べていってるよ。はぁ、え、なんで1個目やんな、ため息なんでもう出んの。わあ、しんど。3個目入った時にドバーンできた。3個目入ってないや。今10個食べてますよ。すごいな。お前それでもう10個2箱いけそう。わあ、小春と並んだ。ゲーム勝つぞ。勝つ。見て、2箱目やで、あれ。え、2箱目小春と一緒に食べてる。これ食べたらもう小春になった。小春より大丈夫、勝ちよ。はっ、おお、小春超え。はぁ、小春超えプラスママと並んだ。ごちそうさまでした。おお、すごい、表に超えたよ。大地くん2箱、1個ね。大地 200g 完食。でママも 200g完食。頑張れパパ、頑張れパパ。気持ち悪い。おいしい。オッケー。3箱目。食べる、食べていいよ。食べる。いや、まずこれいくよ、これ自分の残したやつよ。そう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 。 おってことは小春ちゃんも2箱いけたね、いけるね。丸々完食みたいな。やばい、吐く。
同じだよ。おお、2箱全員に。パパは3箱。まだいっちゃう？まだいっちゃうの？最近ないな。まだいっちゃうの？ごちそうさま。あれどうなったん、どうなったん。2個余ってるけど3個食べたん2人で。え、いい、数合わへん。小春2つと最後の残り1個食べたやろ。ちっちゃいの1個食べてんな。え、こっから2つ食べたん。食べてる。太一は1個食べてる。 おいいのそれで。太一の負けやけど同点にしとく。にしようと思った。あと1個食べたの。これ食べないかな、1つ。ママ1個食べます、最後。お、お、食べた？ OK！ じゃあ、4人家族で、マクドナルドのチキンナゲット1キロチャレンジ達成！イエーイ！イエーイ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 ！はい、ということで今回は、マクドナルドのチキンナゲット1キロ食べてみました。結果1箱でいいよ。どう思います？うん、1箱でよくね。うん、1箱でいいな。皆さんぜひ参考にしてください。もう参考にするまでもないかもしれんけど、バカらしすぎて。ナゲットは1箱でいいよということでした。この動画良かったらもう喋れませんということで、バイバーイ。忘れてた。誰が買ってきてんこれ。パパパパパパどうぞ。